6月7日からフィジーに遠征している女子日本代表、サクラ15が14日、スバの HFC スタジアムで女子フィジー代表とテストマッチ第一戦を行い、24-15で勝利した。現地時間18時にキックオフされた試合は、開始3分にフィジーが先制する立ち上がりとなった。しかしサクラ15は動じることなくひたむきに体を当てて徐々に流れを引き寄せ、 16分の LO 吉村5日のトライと SO 山本実のコンバージョンで75と逆転。その後それぞれ 1PG ずつを加えて1 0 8で前半を折り返した。後半もきっ抗した展開で進む中、さくら15は15分に SH 津久井萌がインゴールに抑え、SO 大塚主車のゴールも決まって1 7 8とリードを広げる。 地元でのテストマッチで負けられないフィジーもここから反撃に転じ、29分に WTB メレワイリタネーボサトライを返して15から17と追い上げたが、フィットネスで上回るサクラ15は直後の32分、CTB 旗田桜子が値千金のトライを奪取。SO 大塚のゴール成功でワンチャンスでは逆転できない9点差にスコアを拡大すると、 以降は懸命のディフェンスでフィジーの猛攻を封じ、24から15でフルタイムを迎えた。なお、サクラ15とフィジー代表は、6月20日にラウトカのチャーチル・パークでテストマッチ第2戦を。